バスケットボール女子、今月の2日から大阪府内4カ所の会場に分かれて試合が行われてきました。今日の決勝戦、13年ぶり2回目の優勝を目指す福岡県中村学園女子と、2年ぶり14回目の優勝を目指す愛知県桜花学園の対戦です。会場は大阪府立体育会館です。中央に作られたコート、ぐるりと取り囲む観客席にはだいぶお客さんが入ってきました。今年の夏の高校日本一を決めるのにふさわしい雰囲気が高まってきています。この決勝戦、解説は日本バスケットボール協会アンダー18女子協会員の長戸俊一さんにお願いします。長戸さんは大阪薫英女学院と大阪人間科学大学の監督も務めていらっしゃいます。長戸さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。実況は向井です。まず両チームの勝ち上がりをご覧いただきます。ベスト8からです。中村学園女子は準々決勝で宮城の清和学園、準決勝で神奈川の金沢総合に勝って決勝進出。一方の愛知桜花学園は準々決勝で岡山の倉敷水晶、準決勝では去年の優勝校東京成徳大に勝っての決勝進出です。両チームのメンバーをご紹介します。まず中村学園女子です。色が変わっている選手が先発スタートの5人です。4番キャプテンの反町はリバウンドに強いセンター、10番の森もセンター、高さとテクニックがあります。この2人が中心。そして今日は6番ガードの林、12番ガードの吉田、13番フォワードの大畑が入っています。中村学園女子です。一方、桜花学園のスターティングメンバーです。4番キャプテンのセンター服部は長身のセンター、チームの柱です。そして5番フォワードの和田、6番ガードの堀川、7番フォワードの吉田、8番ガードの佐藤、準決勝と変わらないメンバーで臨みます桜花学園です。それぞれのチームの中心がセンター、この活躍に注目です。この試合審判は主審平井久保さん、副審勝呂翔子さんで行われます。今年の高校総体決勝戦始まります。まず青いユニフォーム、左から右に攻めていきます。愛知桜花学園がボールを取りました。インサイドの服部にボールが当たって最初のシュートは落ちます。リバウンド自分で取った、決めてきました、ね、はい、まず注目の桜花学園センターの服部が最初の得点を入れました。変わって白いユニフォーム、右から左に攻めていきます福岡中村学園。外から入ってきて6番5番10番の森無茶に入った。森のシュートは落ちます。この10番の森、そして4番の反町という中村学園のセンターにも注目です。2年ぶり14回目の優勝を目指す愛知桜花学園と13年ぶり2回目の優勝を目指します福岡中村学園の対戦。フラッとしたボール、反町ナイスブロックですね。フォローがいました。よくリバウンドしました。13番2年生の大畑がフォローに回っていました。2対2の同点。ハットには10番の森無茶がついています。スリーポイント落ちてリバウンドはボールが出て、ピックアンドロールから のジャンプシュートですね。マークを外すスクリーンプレーの後のボール動きが大事だということですね。ボールは中村学園、12番の2年生吉田、チームで1番の脚力がある吉田、遠目から狙っていったスリーポイント、また大畑、アウトサイドからの攻撃が決まっています。序盤の中村学園、さあ中村学園選手が交代します。背番号10の森に代わって15番をつけたセンターの渡辺が入ります。180センチの長身の選手、はい、より大きくしてきて止めようというわけでしょう。ちょっと森君疲れてますから、中を見ます。変わったばかりの渡辺15番、13番は大畑、スピードのある2年生、またここでスリーを狙っていった、ボール落ちます。速攻だ。スピードのある佐藤がボールを運びます。桜花学園、左から右、ブルーのユニフォーム、真ん中でスペース作って服部がドライブできます。和田がスリーを狙っていった、ナイスリバウンド。中村学園のボールです。さあ今度は中村の反撃だ。1対1、よく止めました。8番の佐藤がいい動きです。桜花、はい、学園中に入った、センターの15番渡辺、
寄せが早いですね。ああそこで林の飛び込みながらのシュート。リバウンドしてます。あまだ拾っています。はい、大畑のスリー落ちます。インサイドでなかなか中村学園得点ができずにアウトサイドから攻めていくんですが、決まる場面と決まらない場面とあってちょっとまた本来のペースではありませんか。そうですね、センター止められてますね。さあ堀川が自分でドライブして吉田にパスが少し乱れた。外角シュートです。佐藤のスリーポイント、はい、決まった。これはタイミングですね。シュートセレクションうまく作りました。完全にフリーでした。これで15対12、大川学園のリードは3点。さあ中村学園のオフェンス、大畑がハイポストでもらってもう一度外に出す。そして渡辺に、背の高い渡辺、ハットリがついていました。あ、大川学園のボールですか。そうです。確かに中村学園がセンターがいつもの得点の仕方ができませんね。また止められてます。15番の渡辺に代えてまた森が戻ってきました。背番号10番、中村学園。ワンポイントアドバイスでしょう。コーナーに落として逆サイドからカッティングしてきます。上が来ました。外から中へという動きをボールを持ってない選手は目まぐるくします。そして吉田のスリーは距離が足りませんでした。はい、まあ、大岡としてはあとはインサイド、今服部君支配してますから、はい、フォワードの吉田君あたりの外角シュートが欲しいですね。7番の吉田のシュートですね。はい、インサイドのこの服部を起点にさまざまなバリエーションで得点を挙げられるのが大岡の強みです。そうです。さあ10番の森、シュートが落ちる。あ、リバウンド反町を取っている。これが一つの中村学園のパターン。はい、この2人のセンターが絡んでくると中村学園のペースになるんですけどね。はい、さあ15対14で1点差、残り1分を切っています。第1ピリオド、大川学園がリード。6番の堀川から7番の、あ、吉田フリーで、あー決めてきた、ミドルシュート。今服部選手のスクリーンプレーで外角にノーマークを作ったんですね。服部が得点を入れるだけではなくてこういう絡むプレーも増えてきました。はい、10番の森、少し下がりながらのシュートを決めてきました。やっときましたね。はい、森君の持ち味やっと出ました。中村学園のセンターの森が得点を決めて17対16、残り20秒を切っています。第1ピリオド中の、あ、いいディフェンス。あ、森がいいディフェンス。はい、よく回り込みました。インサイド、服部への今のパスを中村学園10番の森がカットしました。さあ吉田が速いドリブルでボールを運びます。中村学園10番の森が外でボールを取った。服部がついている、かわしてステップインです。ステップインのシュートは落ちました。さあ最後佐藤の投げるようなシュートは入りません。第1ピリオド終了しました。17対16、愛知大川学園が1点リードで第1ピリオドを終了しました。高校総体決勝女子バスケットボール、愛知大川学園対中村学園、第2ピリオド21対21の同点。タイムアウト明け、少しずつ中村学園のインサイドを使った攻撃がうまく機能し始めているところ、中村学園のフリースローからの試合再開です。この中村学園のインサイドが良くなってきたというのはどのあたりなんでしょう。相手の長身者服部選手を高い位置引っ張り出して、背は低い反町君なんですけど、76センチなんですけど非常に体強いですから、反町君をゴール下で勝負させるというそのハイローポストのパターンが機能してますね。10番の森がうまく4番の服部を高い位置に引っ張ってきているというところなんですね。はい、あとはリバウンドですね。あ、よくリバウンド取りました。さあこのリバウンド取りました中村学園。地味なプレーなんですけど、リバウンドを支配することが、勝敗 に大きく影響しますから。第2ピリオド残り4分43秒でこれから試合再開です。両チームともにフリースロー、またパスのミスなど細かいミスはあるんですけれども、その中で自分たちの形を模索しながらの第2ピリオド、21対21、大川学園のボールからスタートです。速いリリースのシュート、堀川外します。後藤リバウンド強い、彼女の持ち味ですね。14番の後藤、173センチ、スペースを作った、中に入れる。あ、その後藤へのパスは通らない。
服部君へのマークは厳しいですから、他のところのミスマッチで体の強さを発揮しようという戦法なんでしょう。しきりに先ほどから7番の長身者の吉田君にもポストアップさせてますね。大川県の吉田ですね、はい、さあ森がこの位置でボールを持って、アラウンドプレーです。アラウンド2人来ました。ボールを持ってない選手が次々と森の近くをすり抜けてボールをもらう動きをしていますが、この11番の中野にボールが当たった。そのままドライブしてシュート落ちます。あ、ジャンプボールシチュエーション。ジャンプボールの状況になった場合には交互にボールが与えられます。今回は大川学園にボールが与えられます。さあこのボールへの執着心というのは両チームともやはり強いですよね。そうですね、ここ正念場ですよ。さあ第2ピリオド4分を切っています。後藤中に入って強引にいった。ああ落ちました。中村学園のボールに変わります。あと両者ともにファーストブレイク出し切れませんね。ここしばらく得点が動いていません。21対21のまま。さあ森がハイポストでそのままシュートに行ったが、これは距離が足りない。スピードの佐藤がボールを持ってそのままファーストブレイク、ブレイクが出ました。服部にパスが通った、はい、やっと出ました。あ、決まりました。これで流れが変わるかもしれませんね。23対21、はい、再三この第一ピリオドでもありましたが、はい、服部が走っていくというケースも目立ちますね、はい、そうですね、いいプレーです。さあ森はディフェンス2人を回復してのシュートは、ファーストブレイク中取った、そのまま打つか、シュート、堀川のシュート。先ほどの速攻で流れ変わりつつあるんですね。インサイドは厳しい時にはこのアウトサイドの選手が非常にいい働きをしてここまで粘りを見せてきた大川学園。ファーストブレイクが連続するとチームがリズムに乗り出しますから。後半接戦が多かったんですけれども、大川学園ここまでその苦しい時にいきました、はい、あ、行きましたね。25対23、ボディチェックにあってバランス崩したんですけど、よく立て直して攻めましたですね。大川学園のオフェンス、7番の吉田が持っています。このポストを狙って裏ポスト、ふわっとしたボール、あー、よく読んでいました。よくしました、よくヘルプしました。6番の林、中村学園6番の林がいいディフェンスを見せました。今これ動きを読んでいたんですね、はい、小さい選手の機敏性というんですが非常に出ましたですね。持ち味が出ました。普段は中村学園この林ではなくて14番をつけた大柄な小島をスターティングメンバーに使ってきたんですが、今大会初めてこの小柄な林を使ってきました。さあ3だ、3、後藤の3が落ちた。不思議とこですね。この大川のスピードに対してこの中村学園今日のこの林を使った意図というのが成功していると見えますか。そうですね、ポストへのヘルプカバーがすごく早いですね。中村学園は10番の森が下がって、また15番の渡辺がセンターに入っています。少し苦しい形でパスになっているが、反町2人に囲まれてボールを手放して、苦しい形のシュートは入りません。さあ続行です。大川学園の攻撃、さあ吉田スピードを上げた、あー行って、リバウンドは反町、中村学園女子出ないですね。さあ行った、ファールありました。中村学園女子のボールです。今大岡の流れに、変わりかけたところを、中村学園の吉田君が果敢にドリブルで2本続けていいプレーしてますね。中村学園女子はまた森武茶が戻ってきています。ここは落ち着いています。しっかりついていきたいところですね。昨日の準決勝ではやはりインサイドはマークされた中、この12番の吉田がチーム最多得点を挙げています。はい、そうです。プレスに来ました。あ、はい、ディフェンス仕掛けてきました。あ、中村健、しかしスピードのある斉藤、あ、止められました。はい、セットアップです。もう一度セットの話に戻ります。中の服部にパスが通るか、あ、後藤へのパスが通らない、読まれましたね、あ、読まれました。先の動きを読んでいますね、中村学園女子は、はい、今の吉田君のフリースローの直後に、フリースローの後というのはディフェンス非常に変えやすいですから、はい、オールコートに、戦術を変えてきましたですね。で、流れを変えてしまおうと、高校総体バスケットボール女子の決勝戦第2ピリオド残り1分15秒を切っています。アラウンドプレー、アラウンドプレー、ボールをもらいに行く動き、入ろうか、入
入ろう。ファイからローンのポストに、ああ反町のパスは取らない、ね、はい、狙いはいいですね。いい動きしてます。ちょっとスペースが狭いですね。ハイローのもっと間隔を上げた方がパス通りやすいんですけど、それは受け手の反町が工夫する必要があるということですか。そうですね、いや逆に大川のディフェンスが頑張ってて、あのオフェンスを上へ押し上げてるんですね。さあ第2ピリオド残り1分を切りました。佐藤へのパス少し危なかった。さあ森がかなりインサイド、ね、厳しいディフェンスをしています、はい、ああパスが乱れました。中村学園女子のボールに変わります。中村学園女子のボールからスタート。12番の吉田、インサイドは苦しい時にも今日も得点を決めてきています。6番の林、素早い動き、ポストの森に渡った。このハイポストから服部とのマッチアップ、今度は強引にいった、あシュートにいった、はい、あ決めてきました。27対25、中村学園女子が2点リード。あーオールコート、ワンツーツーのゾーンプレスですね、はい、オールコートできました。ディフェンス仕掛けてきた中村学園、後藤から、あ吉田へのパス通りません。得点をした森武者君がそのまま第一線に出てプレスかけてるんですね。でサイドにボールをさして、そこをダブルチーム、トラップをかけようという戦法ですね。センター森の足もよく動いているんですね。はい、残り10秒切っています。第2ピリオド、ピックアンドロール、スクリーンでマークを外す動きをしました。佐藤のフェイダーウェイシュートは落ちたところで第2ピリオドが終了です。27対25、福岡中村学園女子が愛知大岡学園に2点リードして前半が終了しました。06総体座近畿バスケットボール女子、13年ぶり2回目の優勝を目指す福岡中村学園女子と2年ぶり14回目の優勝を目指す愛知大川学園の対戦、第3ピリオドがスタート。27対25で中村学園女子が2点リード。まずその白いユニフォーム中村学園女子の攻撃です。13番2年生の大畑、中のハイポストの森に渡った。4番の服部がついている。柔らかいプレーで歩いた。トラベリングです。トラベリングですね。3歩以上歩きました。このプレーをする位置を少し高くする、位置を工夫することによって少しこの中村学園のポストのプレーが生きるようになってきました。ああもうプレスに行っていますね、はい、中村学園の女子ゾーンプレスですね。ただ後ろはマンツーマンですね。積極的なディフェンス、第3ピリオドの序盤です。大川学園7番の吉田、ああ服部のパス取らない、ターンオーバー、ね、今度は佐藤が取り返した。よく守りましたね佐藤、はい、ノーマークだ。外の堀川ノーマーク、ってもよかった。大畑がついていました。堀川から中のパスは通りません。話題のパス通らず、佐藤のシュート落ちて、ああリバウンド服部強い、ああ落ちる、決めきれません。少しちょっとリズムが狂ってきています大川学園。ああ吉田のドライブ、吉田です、ね、強引に行って、はい、ファールをもらいました。第2ピリオドの後半から吉田君の ドライブがすごく効き始めましたね。ああこれで大川学園5番の和田がファール4つ目で、うわこれは痛いですね。15番の後藤が入りました。14番の後藤が入りました。この吉田がフリースローも落ち着いて決めてきます。これは大川にとっては厄介な選手ですね。29対25、点差が4点に開きました。 2-2-1 ですかのゾーンプレスから、はい、後ろはマンツーマンになると思うんですけど、逆に吉田に速いパスが通った、くぐってシュート落ちます。曖昧ステップワークしたんだけど、後藤リバウンド取りました。29対27。昨日も再三この準決勝で途中から出場しましたが、後藤オフェンスのリバウンドで貢献しました。今日も途中出場でまずリバウンド決めました。身長は低いんですけどフィジカル面で非常に強い選手ですから、大川の選手はこう当たりに強い選手が多いですね。はい、そうですね。中のふわっとしたボール、アラウンドプレーですね。さあターンオーバーで大川の速い速攻、ストップシュート、佐藤がストップしてジャンプシュート決めてきました。得意のプレーですね。こういうのが決まりだすと乗りますよ大川も。終盤までこの脚力が衰えない8番の佐藤、
あれをゴール下まで行っちゃうと大きい人に捕まっちゃいますから、はい、あのフリースローラインでストップシュートするというのがやっぱりガードの基本技なんですね。非常に冷静にストップしました。このスピードで行って止まってシュートと、はい、止まるということが大変な技術ですから。大岡の服部にファールがありました。中村学園のバイオレーションです。あの相手のお尻に背中にボールをぶつけてそれを拾ってシュート行こうというなかなか知的なプレーなんですけども、あの飛び出すタイミングが悪くてラインを、またいで取ったということですね。バイオレーションです。さあ大川学園のボールで試合が再開しています。中村学園はマンツーマンですね、はい、マンツーマンで、はい、あ フルフロントで前で抑えてます。あ当たり合いですね、はい、森のディフェンスですね。あ森のディフェンス良くなってきましたよ、はい、足をしきりに動かしています。さあ前取られた、前取られた、前取られた、服部のシュート、あーこれは前取られちゃいましたね、はい、10番の森がこの服部の前に体を入れるようにして激しく動いていたんですが、はい、今パスの瞬間スッとその服部が前に出てきました。よく守ってたんですけどね、森武者選手は前回りというんですけど、はい、フルフロントで守ってたんですけど、さすがにフリースローは入りません。これもらっとかないとダメですね。服部2本目、これは決めてきました。30対29、大川学園逆転です。この吉田の速いドライブよく止めてますね、はい、中村学園リズムをもたらしました。バランスがハイポストに上がってハイポストで森がもらって服部がついています。大川学園さあ勝負をするか。残り1分半を切っています。第3ピリオド、ちょっとスペースがありません。あリバウンドも取れません。おうまいうまい、佐藤の巧みなドライブ、はい、ドライブルでボールを運んで、この辺りで吉田君得点欲しいですね。後藤がもらいに行く14番、あ大畑のディフェンスもいい。さあ後藤がもらってこの位置からシュート決めてきました、はい、これも止まったのがいいんですよね、はい、ゴール下まで来るとブロックに合いますから。2年生の後藤のシュートで点差を広げました。32対29、愛知大岡学園が3点リード。後藤君非常に冷静なプレーしましたね。中に入れる、さあ吉田のドライブ、あ振り切った、あ落ちます。あ反り増しのリバウンド強いですね、はい、何回もリバウンド来ますから。そして切りました、切りました、あよく取りましたね、ヘルプが良かったです。あ、ファール、はい、あファールありました。12番吉田のファール。中村学園女子、吉田はこれが一つ目のファールです。大川学園ディフェンス良くなってきましたよ。さあ大川学園一旦ボールを止めて堀川中を見る、吉田、あポストのハットに通った、強引に倒しました。体が強いです、持ち味が十分出ましたね。押し込んじゃいました。7点差36対29。中村学園女子は12番の吉田がボールを持ってゲームをコントロールします。そして11番の中野ベースラインカットしてローポスト、森がこの位置ショートコーナーの1対1です。さあ反町にパスを渡すのか、フィードベースシュート、あー決めた、これはよく決めましたね。苦しいシュートだったですね。36対31。さあこれはバックドアプレー、早い展開、逆サイドが空いた、逆サイドよく見ていました。後藤14番外に出す、佐藤、はい、吉田が来た、あ読まれましたね。中村学園の吉田がパスカット、3対2、数の上で有利だ中村学園、はい、止めました、佐藤が止めました、ナイスディフェンスです。佐藤もいいディフェンスです。ボールを取られた佐藤がいいディフェンス、コーナーにダブルチームで止めてしまいましたね。さあトランジションが早くなってきています。今度は大川学園の攻撃、36対31、左サイド誰もいませんね。あかなり画面の奥の方に人数偏っています。そのスペースに吉田、中のパスは森がカットします。これはフルフロントのディフェンスが効いてるんですね。それともその時逆サイドの12番の吉田君が寄ってきてますから、森がまだ体を張って相手よりも前に前にというディフェンスが効いているんですね、はい、そうです、はい、アラウンドプレー、あボールをもらいに行くプレー、堀川第1位ポスト入れたいところです。あシュートに行きました、おー決まった、ラッキーですね。あこれで39対31、乗ってきましたね大川学園が。大川のアウトサイドからの攻撃が決まりだしました。そして服部にもいい形でボールがもっと増えてくると大川のペースになっていきますが、あこれはいいプレーです、ここでは簡単に流れを渡しません、はい、中村学園の女子のファーストブレイク、吉田来たか、あいいディフェンスですね。
中村学園女子6番の林美希、155センチの小柄ですけれども今戻り早かったですね。はい、いや大岡としては吉田君あたりにこのあたりで得点欲しいところなんですね。昨日までチームの得点源ですから。大岡の7番の吉田に得点が欲しいところですね。そうですね、今日まだ得点が吉田は2点しか上げていないんですね。井上先生としてはやっぱり吉田君にもっと攻めろというふうな感じなんでしょうね。前の試合まではこの服部よりも吉田の方が得点が多いんですよね。はい、そうです。チームの一番の得点を上げてきている吉田ですが、まだこの試合は2点にとどまっています。これで今決めて3点。あ、2本揃えてきました。41対33。第3ピリオド終盤になって少しずつ点差が開き始めています。そして大川学園のディフェンスも仕掛けています。ぴったりとくっつきます。12番の吉田に6番の堀川、そしてハイポストに森に渡る服部がつきます。服部君よく守ってます。足も動いてますね。はい、さあ、はい、森はどうする。あ、ダブルチームでいった。ディフェンス厚かまりました。3秒のオーバータイムで3秒ルールに抵触しましたね。3秒以上このブルーのエリアにとどまってはいけません。だからああいう低い位置に引っ張り込むというのが服部選手としては非常に思うつぼりになるんですね。さあ大川学園早い攻撃、この後半になればなるほど大川学園にスピードが出てくる。そうなんですね、今大会特にそうですね。終盤競る展開多かったんですが、これは形にはまった。これはハマりましたね。服部が決めてきました。今ソリマチ君がつきましたからミスマッチになりましたね。身長差があったんですね、はいはい、184センチの服部に176センチのソリマチでしたが、はい、それを見逃さずにあの掘り込んで、中へ掘り込んできた、やっぱりガードのうまさですね。中に入れました。あ、これもよく入れました。高さをものともせず押し込みましたね。はい、ファールありました。選手が倒れています。12番の吉田、さあ一旦10点差つきましたが、中村学園女子が返して43対35。第3ピリオド残り3分を切っています。3つ目になりますのでファールのたびにフリースロー2本が与えられます。大岡学園打つのは6番の堀川。この点差この時間まだ中村学園どうですか。ちょっと受けに回ってしまいましたね。苦しいところですがどう流れを変えていきますかね。序盤流れを持っていかれそうになった時には今ボールを持っている12番の吉田が速いドライブで展開を変えてきました。はい、フレアスクリーンと見せて右サイドを攻めます。1対1ですね。攻めきれません。外から中へと次々と選手が入ってきます。中に入れたハイポストで森、このパターンまでは行く。その後どうする。ナイスディフェンスです。服部が守るか。これは苦しい。あ、苦しいシュートになりました。あ、まだボールは中村学園に出ています。反町から12番の吉田、そして森、振り向きざまのシュート決まりません。かなり悪い状態でシュートさせられてますね。打たされている状態ですね。あ、そうなんです。はい、攻撃の時間は24秒と制限がありますので、その時間が迫ってくると苦しい形のシュートになります。はい、これワンツーツーで出たんですけど、あ、早い攻撃に行きます。一気に来ました。お、はい、6番の林がうまくボールを取りましたが、こぼれたボールまだ大川学園に出ています。44対35、大川学園がリード。第3ピリオドはまもなく残り2分。中にふわっとしたボール、ね、後藤に通った。あ、ファールありました。中村学園14番小島のファール。今マークが大川学園のガードに、あの森武者選手長身者がつきましたから、表でミスマッチができてるんですね。ということは中にも、大川の長身者に中村学園の、背の小さい選手がついてますから、ミスマッチになってるわけで中へ掘り込んできたんですね。中村学園女子は14番の小島と15番の渡辺が変わりました。これはフォワードの小島を下げてセンターの渡辺を入れたことで、中村学園は背の高い選手が反町、ね、はい、10番の森、そして15番の渡辺と3人になりましたね。はい、さあ様子を見て中の背の高い渡辺にボールを入れます。そしてセンターの森、ここは一旦大川学園の選手にボールを当てて出しました。
大岡は中村の、吉田君以外にはほとんどドリブルで切られてるということが少ないですからね。よく守ってますね。上上げました。ふわっとしたボール、あ、叩き落とされた。田野場速攻、よく帰りました。中村学園女子の吉田がボールを奪い返した。あ、よく帰りました。さあ6番の林が見ます。ゴールに近いところに森がいます。3ポストですね。3人ポストにしました。3人ポスト、はい、背の高い選手が3人ともゴールの近く、その渡辺がシュート。これはラッキーですね。攻めあぐんだんですけどファールもらいました。なんか大川学園14番の後藤のファール、後藤は2つ目のファールです。シュート体勢に入っていましたのでフリースローが2本。3人長身者を出してくると相手ディフェンスが誰かが小さい選手つくところありますんで、そこで攻撃してくるわけですね。どこかに必ずミスマッチが生じるんですね。そうなんです、はい。大川学園としてはこのままのメンバー、このままの形でいいんですか。はい、小さいですけども大川非常にフィジカル面強いですから押し出しちゃうんじゃないですか。外へですね。あ、落としました。しかしリバウンドは苦しいですね。リバウンドは中村学園女子。シュートしていきます。この距離からスリーポイント。ああ、大川ボール、大川ボールです。4番の反町と、そしてこの小柄な6番の、堀川が今リバウンドを争いましたが、ボールは大川に出ます。さあ速いパスで一気に前に持ってきました。8番の佐藤、7番の吉田。あ、ノーマークです。後藤がフリー。ハイパスもノーマーク。あー、はい、落ち着いて決めました。ミドルシュート。46対35、点差11点。さあ残り1分を切りました。第3ピリオド、愛知大川学園がリードを広げてきています。2ワン2オフェンス3ポストです。ローポストに2枚置いてるんですね。ハイポスト1枚、森と反町がゴールの低い位置、はい、ポストに入っています。ハイポストにこの15番の渡辺が入って、スクリーンを使ってのシュートですが止められましたね。ターンオーバーになって大川のボール。大川学園堀川ボールを1回収めます。ここは時間をゆっくり使いますね。そうです、リードしてるんですから応援触ってることないわけです。14番の後藤、フロアバランスしっかりとってますね。あ、ミスマッチができてますよ。さあ吉田のスリー、あー、これ落ちます。これで入ると乗っちゃうんですけどね。大川も今一つ乗り切れないのはここなんでしょうね、うん、エースが得点できない。今日はこの7番の吉田にあまり得点が入っていません。はい、はい、ポイントゲッターですから彼女。さあもう一度15番のセンターの渡辺を下げて戦い方を変えてきました中村学園女子。最後は苦しいシュート、これで第3ピリオド終了です。46対35、愛知大川学園が11点リードでこれから第4ピリオドを迎えます。2年ぶり14回目の優勝を目指す愛知大川学園と13年ぶり2回目の優勝を目指す福岡中村学園女子の決勝戦、46対35、11点大川学園リードで最後の10分間を迎えます。これから第4ピリオドのスタート、大川学園のボールで始まりました。出だし大事ですよ。吉田から14番の後藤、中には服部がいます。吉田がこの位置からミドルシュート、これは大きいですね。あまり今日得点が伸びていなかった吉田にシュートが決まりました。まずこの大川学園吉田のシュートで点差を13点に広げて第4ピリオドが始まりました。10番の森、ローポストに行ってふわっとしたシュートは持ち上げのシュート入りませんが、あー、このリバウンド服部が頑張った、はい、服部が中村学園女子の2人のセンターにリバウンドを勝ちました。3対2です。ストップシュート、佐藤のジャンプショット得意なんですけど、すみません、今度はリバウンド、はい、中村学園女子の森が使いました。12番の吉田、ダブルガードですね。6番の林、ワンポスト、ハイポ、ハイロー、ハイポストから森のシュート落ちま す, です、ね、14番の小島、中に入れました。森に通った。さあ前を向けるか、後藤がついています。森には後藤がついています、はい、体の強さで対抗しようというんでしょうね。14番をつけた後藤がショーディフェンスです。元へ戻りました。はい、マークを外したが、これはスイッチしましたが遅れました。あ、リバウンド、ここは大川学園4番の服部が強い、はい、守りきりました大川学園。最初のオフェンス得点まで至りませんでした中村学園女子。第4ピリオド48対35で愛知大川学園がリード。この距離からのシュートは落ちて、リバウンドは中村学園女子のボールです。
今もしかしかなりこう服部の方が高いところに手がいっているようにも見えましたが、そうですね、さあ中村学園女子は14番の小島に変えて13番の大畑を戻しました。12番の吉田からその大畑へ13番中を見ます。森も反町もこの位置でボール使います。さあここから森はどうするか、自分でシュートに行った、下がりながらシュート、うん、集まりました、はい、彼女あのプレー得意ですね。これを続けていけばいいですか。はい、そうですね。あ、中村学園詰めに行ったところ、プレスに出てる分だけゴール下ノーマークになりますから、その第一線突破すればあのアウトナンバー数の上で有利になりますからね。大岡としては縦につなぎたいところですね。大岡学園のボールです。堀川から後藤に出して外を回します。だんだんこのボールが流れるように回るようになってきました大川県。そして吉田がフリーのスペースに来てる。ここは13番の大畑よくディフェンスしました。ハットに通った、いいパスだ、いいパスだ、うまいパス通しましたね、はい、50点台乗せました大川県、50対37。その前に吉田うまくスペースを見つけてそこに人を引きつけて、 そうですね、そして最後はハットリというプレーでした。あ、いいヘルプですね、ハットリが止めました。森に渡る、4番のハットリがつきます。スイッチはしない、抜き切れませんね、ハットリ君もよく我慢してついてます。アラウンドでこう、あ、5秒のオーバータイムです、はい、ボールを持ちすぎました。ボールを持っても自由にさせません大川学園のディフェンス。こうして見るとやっぱりディフェンスですね、バスケットの流れを作るのは。前からプレッシャーかけに行きます中野学園のディフェンスですが、そこをかわされて吉田がこの位置でボールを持っています。8番の佐藤、14番の後藤、中に服部を見ながらもう一度外に出してミドルシュート、吉田決めてきました。さあ後半になって少しエンジンかかってきましたが、吉田スクリーンを使ってスペースでストップしてのジャンプシュートですね、非常によく見ました。大岡の選手がかなり冷静に見極めるようになってきましたから、中村としては苦しいところですね。高校総体女子バスケットボール決勝、残り7分を切っています第4ピリオド、52対37と愛知大岡学園がリードを広げてきています。さあ点差がどんどんと広がってきますが、この中村学園女子としてはどうしたら点差が縮まっていくでしょう。そうですね、今のあの森君を起点にしての攻撃が成功してませんから、他から攻めないとダメでしょうね。さあこの大川君のディフェンスもこの第4ピリオドになっても足がよく動いています。大畑から中反町へ、あ、今度は入ろうが変わりましたね。森が少しゴールに近いところ、はい、低い位置に来ましたね。下がりながらのシュート、苦しいシュート落とされてます、はい。リバウンドは大川学園、ゆっくりと堀川が運びます。右から左へ、ブルーのユニフォーム愛知大岡学園、2年ぶり14回目の優勝を目指します。佐藤が服部に渡して、あーっとこの間のすり抜けようとしましたがファールありました。中村学園女子6番林のファール。後半でもこうしてスピードで勝負していくのが大岡学園8番の佐藤。今ファールしました中村学園女子の6番林が下がりました。7番の笹原が入ります。2年生の笹原、堀川から吉田へ、あ、これはボールないところでのファールですか。はい、ボールが入ってくる瞬間にあのくっつきすぎたんですね。いや、逆にオフェンス取られたんですか。あ、はい、服部君が服部のファールですね、オフェンスのファールを取られましたね、はい、さあ12番の吉田から森は今回またハイポスト低い位置に反町がいる。シュートを狙っていった、ミドルは落ちます。あ、まだ森が頑張っている、取ってスリーポイント、笹原のスリー決まっていた、はい、メンバーチェンジ成功ですね。52対40、12点差に縮みました中村学園女子。そして前からプレッシャーかけていきます中村学園女子のディフェンス。外を回します、大川学園、佐藤スリーを狙っていった、落ちたボール、中村学園女子のボールになります。
中村学園女子は代わって入ってきた笹原というのはここまで全て途中出場ですけれども、途中出場の中で全てスリーポイント決めているんですね。はい、もう出た瞬間に決めましたから、ちょっと流れが変わりそうな可能性もあるんですけど、今大会これで6本目のスリーポイント、はい、笹原、その笹原から13番大畑へ、中の森に渡しました。服部がついている。森どうするか。あ、いいディフェンスですよ。止めてますね。服部のプレッシャーが強いですね。さあ吉田のシュートは決まりません。タイムアウト大岡学園です。中で服部君を1対1で止めてますから、はい、あの周りのヘルプが森君のところに集まっていないので、外はそのままつけてますから、だからシュートが苦しいんですよね。あれが森君が勝ち始めるとですね、周りがヘルプに来ますから、外にノーマークができて、外にパスを返して外角からノーマークでシュートが打てる、インサイドアウトというんですけども、その基本的なプレーができないということは、服部のディフェンスがよくって、森武者君を完全に1対1でこうして抑え切ってるわけですね。だから周りが極端にヘルプに寄ってこないですね。だからすぐに外角に対応できると。やっぱり豪華のディフェンスがいいんですね。森本来の調子から見ますと、この連戦の後決勝戦、この時点のスタミナってどうでしょう。はい、ところが私はですね、服部君の方に驚いてるんですけども、はい、倉敷水晶高校とですね、フィジカル面で強い長身者のセネガルのバナ選手ですね、はい、これと死闘を演じましてね、もうそれこそリバウンドで絡んで両方がぶっ倒れるようなプレーを何回もやったんですよ、はい、もうあれで消耗しきってて、昨日だいぶ足来てましたからね、それを回復して出てくるというところに、やはりやっぱり大川の練習量、それからまあ精神面の強さというんですか、はい、こういうものに驚いてるんですが、大川学園は和田が入ってきました、はい、本来はエースですね。さあターンオーバー、中村学園女子、ああこれは佐藤が奪い返しました。大川学園のボール、6番の堀川、一回ボールを止めて、その和田バックドア走り込んだ、ふわっとしたところ、ね、はい、長いパスにこの8番の佐藤が走り込んでいくというプレーでしたが、服部選手が浮き上がった元の場所がスペースできます。中村学園女子は11番の中野が入りました。12番の吉田が下がっています。大岡学園佐藤、堀川、和田、流れるにパスが渡って吉田の振り向きざまのシュート落ちます。あ、リバウンドは森が頑張りました。中村学園女子、11番の中野が堀川とマッチアップ、そして大畑、森はハイポスト、ナンバープレーですね、サインプレーですね、はい、外に、ああパスが渡らない、ターンオーバーになった。あ、よくエントリーしました。無理しないでドリブルエントリーサイドにかわして、はい、体勢整えるわけですね。さあ52対40と第4ピリオド4分を切って大岡がリード。あ、うまいパスだ。ここで服部渡った。いや、先ほどから2回目ですけども、服部君に両手でですね、はい、ラグビーパスのようなパスを通してますけど、2回とも成功しましたね。この吉田のパスですね、器用ですよ、うん、178センチあるんでしょ。さあアウトサイドから笹原の3落ちます。あ、しっかり捉えました。大岡学園ブレイクは出ませんね。3対4、アーリーオフェンスだ。第2波が来ました。ジャンプショット、はい、これアーリーオフェンスです。理想的な攻めですね。56対40、あ、乗っちゃいましたね。大川が走る選手も決めて、そしてセンターの服部の得点も伸びてきました。大川学園第4ピリオド、さあ中村学園女子の森、服部とのマッチアップ、上から打っていって、あ、落ちます。リバウンド大川学園、もう中村学園が攻めが単調になってきましたね。56対40、16点差に広がっています。決勝戦ゆっくりと回します。フレアスクリーンから和田、吉田、あ、これはよく前回り成功しましたね。パスはカットしました。森、ボールは中村学園女子です。中村学園女子選手が変わります。これは5人全員を変えますか。そうですね、だいぶ選手が疲労してますから、はい、機動力なくなってきたんで、
メンバーをフレッシュにしてですね、バテていない選手でプレスかけようというんじゃないですか。5番の後藤、12番の吉田、そして14番の通しました小島のシュート、大したもんですね。変わったメンバーがすぐスリーポイント決めますから。2年生の小島のスリーポイント、ワンツーツーですね、ハーフのワンツーツー、はい、さあ動ける選手聞きましたよ、プレッシャーきましたね、はい。大川君は5番の和田に変えて14番の後藤が入ります。中村学園女子は5番の後藤、12番の吉田、そして6番の林、14番の小島、15番の渡辺というメンバーに変わっています。また変わります。6番の林に代わってスリーポイントの得意な笹原が入りました。7番、さあ残り間もなく2分、第4ピリオド、バスケットボール女子の決勝戦、センターの渡辺にボールが入って止められた、服部がマッチアップ、止められました。一気に持ってきます、逆へ振りましたね。縦と横と視野が広い大川学園の選手、中を見ます、後藤、佐藤、堀川、中に入れた、服部に通った、ああスリーで決めました。いやー、服部選手うまくなってますね。58対43、はい、この試合最大の15点差に広がりました。14番の後藤、苦しいシュートだ、クイックリリースで打ちましたが、まだ持っています小島、よくリバウンドしましたね。笹原のスリー、これを決めてきた、シューターですね、見事に決めてきました、58対46。今度はスリークォーター気味に出ていきましたですね、はい、コフィンコーナー、カンオケコーナーに引っ張り込もうというんです。はい、ダブルチーム聞きました、繋がれましたね、カットしました、ターンオーバー、はい、中村学園女子のボール、縦へ縦へ攻撃しないと時間がありませんよ。スリーポイントの得意な笹原、やはり打たせません。そして渡辺にポストを出して、ここでスクリーンからシュートを狙ったんですが、次は作れませんが、今度はドライブで行って、わー、これも決めてきた、よく決めました、連続ポイント笹原、58対48、 まだ分からなくなりましたね、まだチャンスあります、1分切っています、第4ピリオド、はい、破られました、佐藤のスピード、中に1人倒れています、佐藤が長くボールを持って、はい、ショットクロックは10秒になります。後藤外に出した、吉田フリー、ああ、ここ打ちません、ゲームコントロールに入ってるんですね、時間を使うというんですね、ショットクロック5秒切りました。堀川、中の服部に、ああ、このパスは通らない、ああ、よく守りきりました。さあ中村学園女子守りきりました、残り32秒、さあ2年ぶり14回目の優勝に向けて愛知大川学園、しかしここも粘ります、5番の後中村学園女子、さあボールをここでまた取りました、大川学園ブルーのユニフォーム、2年生の佐藤、スピードのある佐藤、ボールに2人ずつ行くんですね、ダブルチームがかけてました、あフリーを作って、はい、吉田のシュート、これで60点台乗せました、60対51、プレスでダブルチームかけた時は体格のゴール下がよく開くんですね、はい、あくまでそのトラップでギャンブルプレーですから、よく見れば5人対5人でやってるわけですから、1人に2人行くと1箇所必ず空いてるんですよ、そこを冷静に見極められると苦しいですね。しかし中村学園女子も最後までよく足を動かしていますが、残り5秒の最後のシュートになるか、届かない、残り1秒1、さあ2年前の高校総体の優勝以来、大きな全国大会5大会で優勝がなかった大川学園、3年生主体のチームで夏2年ぶり14回目の優勝を果たしました愛知大川学園。及びませんでした福岡中村学園女子、3年生と元気な2年生がうまく絡み合って愛知大川学園2年ぶり14回目の優勝です。放送席
放送席。それでは優勝しました大岡学園キャプテンの服部選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。キャプテンとしてこの高校総体の優勝いかがですか？もう本当に嬉しいです。大活躍でしたね。もうみんなの力で勝てました。今日は中村学園女子との決勝でしたけれども、試合の前はどんなことを確認してゲームに入っていったんでしょう？もう本当に自分たちのバスケットをやるだけだったので、本当にチーム一つになって戦おうという気持ちでいっぱいでした。第3クォーターで一つ流れをつかみましたけれども、あの場面はどんなことを意識してプレーしたんですか？もう本当にゴールに向かうだけ入る。服部さんご自身も今日27得点です。ありがとうございます。自分のプレーいかがでしたか？いや本当にみんなのとやれて楽しかったです。本当にいいゲームができてよかったです。まあ、高校総体は2年ぶりの優勝になりますけれども、キャプテンとしての優勝はまだ少し違うでしょう。はい、本当に嬉しいです。ただこの後またシーズンは続いていきますね。この後いかがでしょう？本当にまた一つとなって頑張ります。おめでとうございました。ありがとうございました。服部キャプテンでした。満面の笑み。愛知桜花学園2年ぶり14回目の優勝を果たしたキャプテンの服部。解説は長戸さんです。長戸さん、やっぱり勝負を分けたのは第3クォーターだったですね。そうですね、ハーフタイムにやっぱり井上監督が前半の最後の中村学園のディフェンスのペースにうまくアジャストするような指示をきちっと出したんだと思いますね。その指示を守って第4クォーター終盤まで走る足も衰えなかった。鍛えられた愛知桜花学園が2年ぶり14回目の優勝を果たしました。この決勝戦解説は日本バスケットボール協会アンダー18女子協会員の長戸俊一さんにお願いしました。